おお、協力体制になった。岸につけましょう。おお、あ、なになになに、カメラモード切り替え。工具は、この、グリグリね。うんうん。叫んだりもできる。早く工具ってのもあるね。オッケーオッケー。オッケー。あ、ずっと出てるのかな、これ。あ、カメラは変えれないけど、周り見たいな。うわぁ、ひどいなぁ。とりあえず岸にとか言ってたから、あっちだよなぁ。建物があって、おぉ、ちょっと待って、むずいむずい。なんか絶対絶命都市2のやつよりも全然むずいね。よし、こっち側からちょっと見てこうかな。こっちはなんもないかな。よし。うい。よしよしよし。むずい。よし、いいよ。よし、このままこいでこう。こっち行って。よしよし、こっちに行って、わ、燃えてるなぁ。よしよし。ほいほいほい。いいよ。うまいじゃん。いいよ。あ、セーブポイントある、こんなとこに。セーブしてこう。よし。あ、なんか赤ちゃんの鳴き声が。204号室、ベランダ。これ2階なんだ。ねえ、赤ちゃんの鳴き声聞こえない？いや、聞こえる。この団地の中、まだ人が残ってるみたい。僕だって泣きたいよ。泣いてるじゃん。ちょっと泣かないでよ、大人のくせに。ああ、とりあえず南の方は水没しているみたいだし、北に進みましょう。北ね。とりあえずじゃあ団地に入れるんだよね。だから、団地に入りたいなぁ。うわぁ！マジでそういうシステムあんの？危な。クッキー抜けちゃうじゃん。こっち側から団地に入れないのかな。とりあえず赤ちゃんがいるんで、これを見に行きたい。あ、いいね。オッケー、降りよう。さーて、どこだ？泣いてた赤ちゃん、この近くにいるみたい。まだ泣いているみたい。心配ね。おお。206。泣いてる。めっちゃ泣いてる。ここはない。何にもない。うわー、すごいな。産卵。誰誰ですか？おう、一体どこから？何かご用ですか？まあ、いきなり人来たら怖いわな。まあとりあえず、うん、まあ真面目に行こうか。探していたんだ。そうでしたか。まず安心させると。ユーマ、大丈夫？ユーマ、ほう、熱下がらないわね。ああ、こんな時に風邪か。すみません。もしよろしければ助けていただけませんか？はい。この子が風邪をひいてしまって。風邪薬？でも今子供用の風邪薬がないんです。持ってないな。404号室に住んでいる友達なら同い年の子供がいるので子供用の風邪薬を持っているはずなんです。なるほど、お願いします。404号室にいる友達から子供用の風邪薬をもらってきてくれませんか？まず人がいるかどうかだよな。まあ金だな。相応の報酬をもらえるなら持ってきてあげますよ。さっきと全然態度違うわ。報酬ですか？もちろんだよ。金だよ、金。すみません、今これしか持っていなくて。お、1108円。少ねえなあ、もっと持ってるだろう。404号室の場所は地図に付箋を貼りました。うん、申し訳ありませんがお願いします。よっしゃ、風邪薬か。いやすごいね、ぐっちゃぐっちゃ。あ、外出れる。こっちはあ205いける。あ、こんにちは。おじいちゃんおばあちゃん。ほう。あ、そうっすか。遅くなったんだ。僕については何も言わないんですね。こっち側は、あ、やばいやばい。大丈夫か。怖いなぁ。すぐ揺れるぜ。なんもないな。ないから、こっから出ればいいのかな？ 205 から出て、こっちは206。206ってさっきの部屋？ああ、そうだね。じゃあ、向こう岸に出ただけか。40何歩だよね。とりあえず上に行こうか。こっちから上に行って、ここが3。3はなんだ？ 3 は入れない。入れないね。よっしゃ、4。40。40。405。こっちはまあなんもないか。風邪薬ください。風邪薬。これ何？ベースボールキャップ。あ、間違った。装備したい。おぉ、少年の気持ちを忘れない TK だね。ここじゃないのかな？いけないね。おお、とりあえずここ使えばいける？お、いいじゃん。おお、怖っ。なんでここに板張ったんだ。あ、捕まれない。よしよしよし。オッケー。いける？オッケーオッケーオッケー。これ何？コンパス。こっから入るか、普通。よし、これで、ある？いる？人。風、あった、風邪薬。黙って持ってっていいってやつ？誰もいないもんね。あ、なんかある。写真立って。もう避難したのかな？なんもないね。よし。で、こっちと。持ってきたよ。ほい。止まってってください。どういうこと？本当に？何このしけり。友也。選択肢多いな。いや、早くさ、あれ渡しとけばよかったかな。指輪。ね。どっかで無事にいるよ。心配ばかりしてると体に触る。フェリーに乗って街から出たよ。無事なんじゃない？なんとなくだけど。勝手に死んだことにしたら智也さんに怒られるよ。この災害状況だと無事である可能性は低いだろうね。海外旅行中止になったから悲しいのかい。かなえさんと結婚するのが怖くなってくらました。そんなことないと思うけど。彼のことは忘れて僕と結婚しよう。今日はもう早い。あ、ちゃった。今日はもう遅いから早く寝よう。ともやって誰？うわ、どうしようかな。どっちかがいいな。これかこれ。これちょっと優しいけど、ちょっと話聞きたいよね。ともやについて。ともやって誰？軽いわ。ごめん。地震ではぐれた私の婚約者よ。ねえ、ちょっとだけ話を聞いて。やっぱ相談役に向いてるんだな。ともやがね、この前私の誕生日に料理を作ってくれたの。いろんな種類をすっごいたくさん。あんまり美味しくはなかったんだけど。興味なさそうだな。でもすごく嬉しかった。食べきれなくて、ほとんどともやが食べたけど。まあ、味じゃないよね。料理は愛情っていうからね。親切なのはいいんだけど、お人よしで面倒見がいいから、誰かを助けて、それで逃げ遅れてたりしないかなって心配。フェリー乗り場で待ち合わせたのも、智也の亡くなった恩師のご家族の用事を手伝いに行こうとしていたからなのよ。ああ、用事があったんだ。だからかな、ちょっと時間にルーズなの。約束の時間にはいつも遅れてくる。お、ちょっと不満が出た。前にも映画を見に行った時に、最終上映の開始後にやってきたのよ。信じられない。そう、山目市の大花火大会に行く約束も当日になってドタキャンするし。今回だってそうよ。新婚旅行に行こうってのに遅れてくるって何なの？もうどこに行ったのよ。こんなに心配してるのに。お前大好きだな、智也のこと。会いたいよ、智也。また選択肢か。きっとまた智也さんに会えるよ。なんとかして智也さんを探し出そう。とにかく眠ろう。関係ない。もっと美味しい料理作ってあげられるけどな。何の映画見たの？そこじゃないわ。花火大会に食いつく。しつこいな。僕と結婚しようよ。いや、人の女は興味ない。抱きしめようとする。気づいてたら眠ってた。どうしよっかな。いや、指輪について全く触れないな。いや、でもね、ちょっと智也さんは探したいと思うんで、探そう。うん。なんとかして、智也さんを探したそう。うん。ありがとう。あなたにはいろいろ助けてもらって感謝してるのよ。たまに変なこと言うけどな。明日もよろしくね。おやすみ。おやすみ TK。悲しくて泣いてんのかな。足痛いとかじゃないよね。そうじゃなきゃいいんだけど。1日目。ちょっと待って、水入ってる。外出る。ちょっと待って、排泄。ちょっとトイレ行きたい。お腹も減ってるし、トイレ行きたい。ねえ、トイレダメ。ちょっとそればっかりはちょっとごめん。間に合ってる？オッケー。わあぶねえっていうか、親子どこ行った。ごめん、助けられなかったな。いや、どうしよう。いや、これは危険だ。危険だから、まず自分の命。いやー、どうしよう。トイレ行きたいんだよ。ちょっと待って、どこ行けばいいんだ？こっち側行けないと思うから、いけないね。どうしてもそっち向きに進むのか。じゃあ、ちょっと回転して。なんか目の前でどんどん人が死んでっちゃうのが、ね、感覚麻痺するよね。こんなんだったら。だってさ、地震の後って子供たちとかさ、特にそうだと思うけど、もうショックがでかすぎてさ、精神的にね、病んじゃったりするらしいからね。これは病むわ。こっちに行けるの？行けるね。オッケー。そこのボート！止まってくれ！なに、おじいちゃん？今の声は、どこから？何？こっちだ。早く来てくれ。どこいる？何かあったみたい。行ってみましょう。こっち側だよね。どこ？おじいちゃんみたいな声してたけど。こっちかなぁ。合ってる？いた。よかった。気づいてもらえないかと思った。シート208号室。あんたら、そのボートを一体どこで手に入れたんだ？港も水没したのか。凄まじい地震だ。この先も油断できんな。いつまで手広げてるんですか。お嬢ちゃんたちは、このままボートで北に向かうんだろう。まあね。一つ頼みがあるんだ。何？この団地は南から沈んでいっているようでな。このままだとここらも長く持たないと思う。多分ね。携帯電話で助けを呼びたいところなんだが、地震の後繋がらなくなってしまって。ほうほう。北にある江西田団地駅にある非常電話で助けを呼んでほしいんだ。間に合うかな。ボートに乗ってるあんたらにしか頼めない。この通り。いや、まあいいけど、なるべく上に行った方がいいと思うよ。これですね。間違いない。一択です。そうの報酬がもらえるなら救助を呼んであげてもいいんですけどね。おじいちゃんは金持ってんじゃない？あめついな。命には変えられないだろう。分かった。それで言ってくれるなら。おお、19,800円。テレビショッピングみたいなお値段です。いただきました。江西田団地駅にある非常電話を探してくれ。確かホームのどこかにあったと思う。オッケー。駅の場所は地図に付箋を貼っておいた。頼んだぞ。なんか器用ですね、付箋を貼るなんて。ちょっと見てみようかな。付箋、駅に付箋。あ、これか。なるほど。じゃあ、反時計回りに回っていってって感じだね。おい、じゃあ、向かいましょう。次は、江西田団地駅っていう駅ですね。